はい、皆さん、こんばんは。石岡義治の最強伝説の時間となりました。えっ、ー、とですね、プラネットチャンネルの方はですね、昨日いて、今日もいるっていう感じですが、あのー、よろしくお願いします。はい。えっ、ー、とー、でね、あのー、まあ、今日のテーマもの話でもあるんですが、なんだろうな、まあ、いろいろ、あのー、こう最近の出来事がね、いろいろリンクしておるでございます。で、近況をちょっと、 あのまず言いましょうかね。で、あとそれとお便りもね、読んでいきましょうかね。で、あのこえっと、4月ぐらいからは、あの番組自体がなんか全体的にこう短縮されていますのでね、あのまあ、だらっとしなせず、きびきびとやっていきたいと思うんですが、まあ、最近買ったものとしては、まあ今日のテーマに関係するんでしょうけれども、ぼっち・ザ・ロックのブルーレイが、最終巻が、まあ、届いたぜ、イェーイってやつですね。 あのこのブルーレイは、1巻の CD のぼっち弾き語りの CD と、5巻のひくり姉さんの,あの私だけ幽霊が入ってるっていう、そのためだけに全部買ったみたいなね、そういう感じでございました。まあ、あとは最近はそうですね、コメントでもありましたが、文学フリマに行ったりしましたね。あと私、レトロゲーマーなので、あの知ってます抜群っていう、なんかね、東和プラン、最後の。 ゲームの,あの、なんていうのかな、えーとまあ、特装版スイッチっていうのが、手を届いたとかね、そういう感じだったりしますね。あとは、そうですね、前も見せましたが、これですね、あのオウムの,あの赤い目のおもちゃ <laughs> あのを買って、床をこうぐるーっと走らせたりしてね、遊んだりしてますよ。あと、何度も見せてますが、 えっと、この番組では見せてないのかなスーパーマリオブラザーズの映画のシワ救いルマリーのおもちゃ、あのー、なんだろうな。えっ、ー、と、マックのね、ハッピーセットのやつを、まあ、うっかりメルカリで、なんか、なんかのミスで2個買っちゃいましたね。ダブルルマリーくんの空虚な、こう、くるくる、くるくるぶりに、シワ救いとか言いながら、たまにくるくる回してる日常でございます。で、あとはですね、 えとアニメ関係の話題で言いますと、えー、と私も読んだんですが、あの皆さん話題がこの東洋経済の最新号を知ってますか、えー、と ?2023 年5月27日号あのアニメ絡みの経済関係の情報が、超正確って議論と全然違うよっていう真っ二つにあの反応が分かれているぐらいに正確な。 記事で,す、ね、でまあこれからその今日のテーマの話においてはえっ、ー、と相対的に今日のテーマにあまり関係がないということもあの今日の主題になろうかと思いますのでまあそういう話をしていければなと思っております。でもう一つえっ、ー、とですねあの皆様のお便りをお待ちしておりますであの今回もお便りから始めたいかなと思っておりますね。 何ネームなんかね、いつもラジオネームって言っちゃいますけどね、えー、とほがらかさんからですね、各アニメスタジオの歴史、傾向、これからなどを石岡さんに、まあ、あの解説、考察、いかがでしょうか、まあ。まさにこういう感じの話でしょうかね、えー、とねここではね、あのすごいね、ちょっと生々しい言い方をしていて、S ランクっていうね言い方でね。<laughs> いくつかのスタジオが上が上ってるわけですよまあ A1 とかクローバーワークスとかマッパーその他その他ですね。あのただ私が見るようにこの S ランクってのと何ていうかな実際の S ランクとちょっとずれてるような気もするっていうね話もなってしまうはずなんですがまあそれとねまあそういう感想はありますけれどもねこういうそうね今アニメはスタジオで単位であの把握されてる傾向ってのが強まっているのは確実で。 だと思うんですよね、まあ、なので、確かにそこについて語るっていうのはいいかもしれません。はい。検討させていただきます。じゃあ、友蔵さんですね。毎回楽しく配聴させていただきます。えっ、ー、と、披露座段階で僕ヤバと、で、今度はスキップとローファー、ね、を扱われるようだけども、石岡さんの方でも、2020年代のラブコメ特集、えっ、ー、と、胸キュン映画特集のアップデート版をやってみてほしいです。えっ、ー、とね、あのラブコメね、 えっと、面白いんですが、網羅的にやろうとすると、結構大変なんですよ。あだからあ、ちょっとオーダーいただいたって感じではあるのですが、ちょっと来月は辛いかもしれませんね。あの、キララ系は幸い、ちょっとドヤありますけど、私、キララ系アニメ全部見てましたんで、<laughs> あ,のあの、キララ系アニメ、あの、要するに、法文社前作のキララ系アニメは、 あの幸い全部見てたんで、でしかも、今回のためにですね、えーと、ここ数日はですね、そのキララ系アニメの,あの全部の最終回を一通り見てきたんですよ。やばいですよ。全作品分のロス,タロスを味わいながら、準備してまいりましたよもう。例えばね、例えばですよ、アニマエイ画でねあ、そういえばあのパイ、なんかパイセンの元のなんか、チアブと和解してよかったね。 そしてこれからも日常は続くぞとかね。<laughs> あと、あっちこっち相変わらずイチャイチャしてるねとかね。すっごい昔の記憶ね。あと、同人ワーク。あ、プロデビューをやめて同人でやっていく話だったかとかね。みんな覚えてますそんな覚えてないでしょそういうのを、あの、逐一ね、あの、なんていうかな、えっ、ー、と、ティラロスを味わっておりましたね。だちょっとまあ準備させていただきたいと思います。はい。 で次はですね、えーと、ラジオネーム、ベジータさんですね。えっ、ー、と、宇野さんが母性のディストピアで、えっ、ー、と、70年代以降、政治を変えられないがゆえに人々は自分の内側にこもり、サブカルを掘り続けた。まあ、これは村上春樹の時代ってことでもあるんでしょうね。だが、ネットの発達によってサブカルは役割を得たと言われていますがってありますね。あ、これ、昨日まさにね、あのー、えっ、ー、と、僕やばのね、高いの用がね、あのー、 三つ止めの頃のフェーズと僕や場のフェーズの際っていうのもあると思うんですけどね、サブカルの今後の未来について改めて石岡さんのご意見を聞かせてください。よろしくお願いいたします。これはね、まあ一つはシンプルですね、これ簡単に今答えちゃいましょうか。えっとね、20世紀のサブカルって、あのー、ちょうどね、そうだな、でも私がやるべきでもないと思うんですよね。 私、20世紀はぶっちゃけると、あのね、今思うと無謀な試みだったんですが、音楽ライターやりたかったんですよ。マジって感じですよ。<laughs> 今だから言いますけどあ、何回か言ってるかもしれませんけれども。あの、今年亡くなったね、高橋幸宏、坂本龍一の、まあ、YMO とかも含めてなんですけども、まあ、彼らが先進的な人たちとしていた時代ってやつですよね。あの時代の感覚は、 日本でしか通用しないドメスティックなイマジネーションと、まあ、英米を中心とするね、フランスでもいいんでしょうけれどね、グローバルに通用する作品のイマジネーションっていう対比があ想定されてたんですよ。あくまでも日本人が考えるグローバルね。で、それが今世紀になってぐちゃぐちゃになったっていうのが、 20世紀型のサブカルの終焉なんですよね。まあ簡単に言うと、要するに20世紀の,あの先進系サブカルライターたちが恥ずかしいと思っていたものだけが実は世界商品だった。音楽で言うと v 系とかね。あとアニメとかね。で、それによってまあぐちゃぐちゃになっちゃったんですよね。うん。で、私はまあ端的に言いますと、 あのー、今世紀になって日本の洋楽的見立てってやつにを追うのをやめちゃったんですよねあの。そんでアニメに赴いた節がある。ただアニメが今なおエキサイトなバカっていうと人によっては意見があると思うんですよね。そこも今日の話になると思います。というわけで今日の話が実は。 あのキラー系ってサブカルの今後に全然関係ないと思われてると思うんですが私的にはあのー、私の中ではつながってる話ですので、まあ、そうですねそういう私なりのこう時代なんていうかな、えー、と通史的な話もしていきたいと思います今日実はね、あのー、そういう歴史的パースペクティブの話もしていきたいと思ってるので、あのー、その辺もちょっと考えたいと思うんですよ。実はね その見立ての一部として考えてることとしては、例えば、えっと、その私はあの大島由美子をね、えっと、いろいろ集めて読んでるっていうことは言ってると思うんですが、まあ、具体的に言うと、あの国立国会図書館からこういうのをひたすら取り寄せまくってるわけですよ。セブンティーンの,のあ。これ、セブンティーンのこれ、やばいですよ。 あのー、タイトルで、オチがわかるやつ。パパは星になった。はい、もうオチわかりましたね。わ <laughs> かりますね。これすごいですね。大島美子の封印漫画なんですけどね。えっ、ー、と、1971年のね。私が生まれる前のね。すごいですよ。父と娘の情愛を描いた異色の感動漫画。特別読み切り、パパは星になった。やばいですよね。星になっちゃいますよ。おーって感じです。っていうのを読んだり、 あとは、やはり、山岸良子が、私今山岸良子読み直しまくっていて、あの、ついに山岸良子まで封印作品集め始めてるんですね。やばいっすね。これ、ひまわり咲いたってわかりますあの、ひまわりの女の子っていうと、えっ、ー、と、これあの、インコなのわかりますでしょうかね。あの、現在だと、 あのこれだから差別的な感じになってしまうから封印されちゃった作品なんですよね。あのー、分かりますね。つまり仮学校ひまわり学級的な少女の、まあ、悲劇の物語なんですよ、了解ですね。で、これとかね、あのー、いろいろ集めてるところですよ。で、そうすると、あのー、実はね、あのー、山岸良子もね、あんまり翻訳されてないの知ってます あの、英語とかに。最近なんか翻訳版の本が出たんだけれども、悲しいことに英語が間違ってますとかなってるのね。ってことは、大島美子、山岸良子ってあんまり翻訳されていないってことは、じゃあドメスティックでね、国際的に通用しないのかっていうと全然違う気がするんですよね。わかりでしょうかね。そういう問いってあると思うんですよね。 これを聞いている非日本語圏の方は、えっ、ー、と、アニメになっていない、コアな漫画っていっぱい眠ってるので、あの、ぜひ日本語力を高めてチャレンジしていただきたいと思いますね。あのー、とかね、そういうのもあるんですよね。で、こっちがドメスティックまあ、これはともかくね、あの、ドメスティックになったとか、そういうのね、ちょっとね、あのー、評価軸がね、本当ぐちゃぐちゃだと思うんですよね。そこをちょっと、 考えていきたいと思いますね。キララもそれあると思います。で、もう一つ。えっ、ー、と、友蔵さん。えっ、ー、と、いつも楽しく見させていただいております。ありがとうございます。えっ、ー、と、石岡さんに、ちいかわ、僕とロボコなどのショートアニメのポテンシャルに関して。そうね。そうだしね、ちいかわはね、アニメは見てないんですよね。でも、僕とロボコは、僕とロボコね、すごいですよ。私、毎週ね、 1>, 1時間ぐらい見てます。あ <laughs> りますか <laughs> ニコ道のロボコをずっと透けっぱなしにしてますね。1時間ぐらい。<laughs> あの、ヒーザーとか言いながらね。あのー、なので、実は、あのー、ここしばらくの一番ヘビーローテーションのアニメは僕とロボコですね。回数で言ったらね。単純回数で言ったらね。ショートアニメのポテンシャル、いいですね。それも考えてみた。あ、そうね。低級みたいなもんですね。 定休よりいいかもしれないですね。あの、と思ってますので。はい、ありがとうございます。で、皆さんのお便り関係するテーマも、今日の話に無関係ではないように思いますよね。はい、というわけで、えっ、ー、とですね、まあ、そんな感じで、あと、近況は、まあ、だいたいさっき言った感じか。えっ、ー、と、なんか、最近、今日はこれと、これと、よくわかんないですね。あとはなんだ、えっ、ー、と、この抜群ね、シューティングゲームね。<laughs> えっと、とかですかね。これね、この中、この安いトップガンのなんかね、トップガンパチモンキャラが出てくるんですよね。あの、俺はアイスマンとかいうね、トップガンっぽいキャラが出きたりね。まあ、いろいろあるんですけどね。そういうゲームとかを、これから遊ぶって感じですけども。はい。ではですね、えー、っと、早速、あのー、フリップの方に入っていきたいと思います。では、よろしくお願いします。 はい。キララ系原作アニメですね。で、タイトル分かりますかね ?4 コマから広がり、4コマへと封じられるファンタジア。おっと。これはあの、某キララファンタジアのことを指しておりますね。でも、これだと褒めてないように思われるかもしれないので、ちょっとね、えっ、ー、と、いろいろ、あのー、まあ、語っていきたいと思います。さて。で、えっ、ー、と、今回は、 あの初めに全体の構成をしてしまいたいと思います。えっ、ー、とですね、YouTube でご覧の方はですね、えー、と簡単に言いますと、2で、ひらら系アニメのを私はコンプリートしてますので、クロニクルでジャー、ざーっと語っていくパートを予想、想定してます。で、3では、 あの全体をまとめる話をしていきたいと思っていて、でその辺の話はですね、ちょっとあのまあ言ってしまうと、なんていうのかな、えーと、ニコ生の方の、またはあの、えー、と YouTube の方でも、限定放送の方でやっていく感じとしたいと思うんですけれども、まああのー2の、2の最初のぐらい、ところのところぐらいまでを公開としようかなと思ってますので、よろしくお願いしますね。で えとこれもね、えー、とま,あまた改めてフリップで言いますけれども、簡単に言うと、私は、あのキララ系コミックスガチ勢ではない、あとは、あのユリガチ勢でもないです。ユリ漫画、キララ系漫画のガチ勢のファンカルチャー、ファンコミュニティ、二次創作コミュニティ、考察勢の人たちのスタンスとは結構ずれると思うんですが、 なので、っ、えー、と後から聞い,て聞いた方なんかからするとあなんか、まあ、あくまでもアニメ派の人なんだなって感じで思うかもしれませんが、まあ、でもその範囲で、漫画との関係についても、可能な限りこりちょっと考えていけたらなと思っておりますので、その辺も含めてよろしくお願いします。はい、ではですねあの、そうそうそう、ゆり姫とかね、あっちの方でではないとですね。 弓、まあ、姫とね、キラー系のズレってのも結構重要だと思うんですけどね、まあ、ズレぐらいはちょっと語れるかもしれません。はい、ではですね、はい、新コーナー、今月の1冊に行きたいと思います。今回は結構ストレートでして、えー、と清水功さんの現在品切れなんですけれどもあの、4コマ漫画っていう本ですね、北斎から萌えまでっていう、なんか危険なサブタイトルですね。 この人、北斎も萌えも専門家じゃないのではっていうね。あの、そういう、なんて言うのかな。あの、なんか、あれですよね。ちょっとあの某、某新章を腐すわけじゃないんですけど、あの、漫画についてあれですよね。なんだっけ。えっと、超重ギガから鬼滅の野馬までとかね。なんかそういうタイトルって、こう、オートマティックに警戒が働くと思うんですが、この本は、読み方を工夫すれば非常に重要な本だと思うので、その辺の話もしたいと思います。はい。で、ここに書いた通りです。 えっと、ここでは、正確にはキラー系ではないんですけれども、角川なんでね。あの、ラキスタが紹介されてます。なんとね、カラーでもラキスタ入ってますね。そして、この本の1767の見開きで、働いてる。これ実はね、この本ね、あのー、読みやすいんですよ。実は。 えっとね、なんていうのかな、左、左ページに4コマが入って、右ページに解説っていう形での、あの、漫画がふんだんに紹介される形で、あの、出ている本なんですね。で、この清水勲さんって人は、あの、漫画っていうのを、すみません、漢字で、今ちょっとその、すみません、後ろ見てるのは別の本があるから、ちょっとそれを、 探しているんですけども、まあいいや、えー、っと、あの、漫画を、漢字の漫画で、本を検索するとかなりの確率で図書館で見つかって、で、読むと、あの、多くの人が考えている、まあ、カタカナの漫画の情報が、本当最後の方に載ってる本が大量に出てきて、驚くっていう経験をしたことあると思うんですよね、図書館による漫画調べでね。<laughs> でこの人は、まあまあ、ご存知の方も多いんですが、えー、と今月の1冊ということで、まあのあまあ、言わずも柄のメンバーなんですが、紹介させていただきますと、1939年から2021年、まあ、にまであの存命だった方で、簡単に言うと、えー、と日本史の教科書なんかで読んだ見たことがあるジョルジュ・ビゴーの風刺画。 ジョルジュ・ビゴーの,あの専門家です。えっと、漫画っていう表記にこだわってるわけではないですね。ただ、彼が扱った時代は、この漫画っていう表記で紹介された時代中心だからです。この人はね、すごい簡単に言うとね、も、えっともとはね、まあ、在だった人なんですよね。あの 確か立教かなんかの理系卒で編集者をやった後に、あのー、あのまあ具体的に言った美号なんかのコレ,クコレクションとかをしながら、あの研究者になって、大学の先生もやったっていう人なんですけれども、えっとですね、あのー、京都の、えっと、国際漫画ミュージアムね、には、 この人のコレクションがだいぶ収められているので、あの、見に行くといいと思いますよ。今週末になんかグローバルなメカデミアっていうですね、あの、アカデミックなイベントが行われていて、ちょっと私、京都にはちょっと行けないので、行けないんですが、まあ、京都は漫画の研究の一つのコミュニティのセンターありますよね。京都聖火大学が漫画の学会だったりしますし、あの、前の学長をやった方があれですよね。 今あの、BL の展覧会を角川の所沢でやってますしね、そそうですそうでです、す。芝生がありますよね。あ、そうそう、芝生あるよね、あそこね。<laughs> 私も行ったことありますけど、ミュージアム。はい。あそこの資料とか見るといいんですが、でね、清水さんはね、初期はね、だいたい70年代後半ぐらいから、あのー、旺盛な執筆活動を始めていて、手塚治虫の本とかも書いてるんですが、多分、 えと手塚治虫論だったら、まあ、いろんな人が書いてると思うんですけどね。実は、サザエさん研究者として、4コマの方の辞典も出してます。つまり、サザエさん研究の第一人者なんですね。なので、その観点から見ると、この4コマ漫画って本は、あの出すべくして出した本だと思います。すごく簡単に言いますと、カリカチュア、風刺画と、あとは1コマ漫画、いわゆるカートゥーンね。 および4コマ漫画を関心の中心としていて、いわゆる現代日本における大半の人の漫画史以前の記述が分厚いような、そういう著者なんですね。だから、この人の本を読むと面白いんですよ。なんて言えばいいのかなわかりました。地球の歴史ってやりますよね。すると、人類、あの、地球の歴史を1年間のカレンダーにするとね。 人類登場ってなんか12月31日とかでしょわかりますかそういうスケールのあ漫画ってそっかこんな短いんだみたいなことを考える上でこの人の歴史感覚大事です。はい、その上でね私はえー、っとですねあのこの人ね1992年から風刺画研究っていうあの雑誌をほとんど一人雑誌ですね。 あの、気候者いっぱいいるんですけれども、を、えっと、最初は1年間3回ぐらい出してた人なんですよ。で、これね、この雑誌出したのね、53歳ぐらいから出していて、で、75歳ぐらいまで出したんですよ。実はね、59号を見ると、事号最終巻と言いつつ、 まあ、おそらく体力がなくなっちゃったんだと思うんですが、65は出なかったんですね。あ、なんでそれ知ってるかっていうと、あの、私、つい最近、この風刺画研究を全コピーしたんですよ。いろいろやってんですよ。わかりますか <laughs> いやー、全コピーしましたよ。この風刺画研究を。その結果、わかったんですが、その54号にね、 4コマ漫画の歴史っていう8ページぐらいの記事があって、実はこの風刺画研究は、あのー、まあ、なんだろうな、えっ、ー、と、でかい図書館とかに行くとあると思うんですけれども、えーと、都内にもありますけどね。で、そこで4コマ漫画の歴史って記事があって、そこには、ラキスタはいなかった。あの、不条理4コマはいて、吉田戦車の映るんですぐらいは入っている。 ってことは、2009年に一回ね、その自分の雑誌にこうなんか先行して記事を発表して、で、その後にこう、よしじゃ新書にまとめていくかって時に、ラティスターを入れたんですよね。やっぱり入れ,入れないとまずいなっていう認識を持ったってことなんですよね。で、これ興味深いと思うんですよ。あのー、2009年にぎりぎりラティスターがこの、 どっちかっていうと、だから、明治時代とかの、あの、まあ、フランス人が日本にやってきて、風刺画を描いていた、そのジョルジュ・ビゴーの研究の第一人者。あの、国際的にもジョルジュ・ビゴー研究って言ったら、まあ、清水さんが、まず一番だろうみたいな感じなんですけれども、本当にそうですよ。で、そこの、その人が、まあ、やっぱラティスターを抑さえとくかにまでなったっていうことですね。で、 この時は、まあ、萌えって言葉もそうだし、多分ね、まあ、新しい事象を入れたとも思われたし、ただね、同時代ではね、本当にラキスタとか好きだった人は、なんか最後の方にちょこっと語られてるだけだし、あんまピンとこないだった可能性がある。のですよ。で、あのー、ところが今見直すとね、わかりますもうラキスタ ってどう思います、あのー、私、埼玉県民なんで、あの毎年のようにラティスタと、なんかあれですよね、あの鷲宮神社、現在は久喜市ですけどね、あの合併で鷲宮ってあのまあ間違ったんだけど、久喜市になってますけどね、埼玉県のね、あの毎年のように啓発ポスターみたいなの貼ってますけれども、あの正直イラスト屋とラティスタの絵ってあんまり差がないと思うんですよね。わかりますかね あのー、なんかあれですよね、学校でよく見る真面目な絵の方に入っちゃってませんかリアルタイムのラピスタってね、こいっちゃなんだけど、あのアニソンとして見ると、ね、あれですよね、もってきセーラー服って、まあ、ちょっとあれじゃないですか、ちょっとエロティックな歌詞じゃないですか。つまり、ちょっと挑発的、露惑性があったわけですよ、リアルタイムでラピスタってね。でも今だと多分ね、 あなんか、なんか日本で最も成功しているアニメコンテンツツーリズム、聖地巡礼の成功例だし、まあ真面目だし、なんか、あのー、多分中学校の先生とか高校の先生とかがね、生徒がねあ、なんかちょっと神社行って調べたいんですけど、したら、あ、いいですよ、いいですよって感じで。そういうなんか古典の方に入ってると思うんですよね。その辺の認識の変化ってのもね、含めて、 興味深いんじゃないかと思うんですよね。これは時差によって生じる効果ですね。この辺について実は考えていきたいと思います。さて、ではですね。はい。そういう、その辺も含めて、まあ、本題に入っていきたいと思います。で、私に、ね、私はですね、ぶっちゃけ、2022年最高のアニメの一つは、ぼっちだロックなんですけども、あのー、キーホルダーも、 ちょっと持ってきますけどね。私のキーホルダーは今、これですね。これ、これですね。これ、これ、これですね。はい。キクリさんですし、えっ、ー、と、この謎のアクリルも、これ、これですよ。あの、打ってですね。なので、あのー、あ、だからね、ちょっと結束バンドのライブ、私、行ったことないんですけど、まあ、理由はあれですよね。セ,センボーニさん来ないのかなみたいな。そういう感じですね。センボーニさんゲストに来るってったらいつでも行きますね。そういう感じなんで、それぐらいの、まあ、 あのきくりファンなんですけれども、分かりやすいですね、まあ、それはいいとして、あもうまあ、それ関係なく、あのボッチザ・ロックはあの、昨年の私は一番良かったアニメだと思ってますけれども、あのはいえー、とそうなんですよね。で、えっ、ー、と、と見なしてますけれども、平良系原作アニメにはかねてから関心を持ってきました。 あの記憶がだいぶ失ってたんですけれども、今回、先ほども言いましたけれども、あの最終回全部コンプリートしたんですよ。正直ね、やばいですよ。強制ピララ系ロスを何,何十回と味わい続けてたんですよ、私。分かりますかあの落ちこぼれ、フルタルと、ああ、ネズミ臭、これからどうなっちゃうんだろうとかね。わかります RPG 不動産も引っ越しうまくいってよかったね。あれ、いいですかあれ、ダバレしてね。大丈夫ですよね。あの、そういうのを見ながらね。でも、ぼっちね、いいんですよね。お、バイト行くかなんですよね。ちょっとね。あ、よかったですよ。ロ,ロスを味わい続けて、最後、ぼっちだったんでね。最後、ぼっちに戻ってきて、ほんとよかったって感じね。なんでございます。はい。というわけで、私は、あのー、アニメであればぼ、ぼあのー、ぼっち、ぼっち、シャロックなんて、すみません。キラー系はコンプリートしています。 はい、で、そんでね、厳密に言うとね、あのー、競技のいわゆる法文社のキララ系の作品のアニメってなんと、あのー、皆さん印象とちょっと違うと思うんですよね。えっとね、漫画で追ってる人は、今世紀、ってか世紀転換期ぐらいから、 萌え四コマというジャンルが非常に流行ったっていうね。だ漫画ファンとね、アニメファンでね、時差があるんですよ。だから私は、キララ系って0年代じゃないかなと思ったんですけれど、キララ系アニメは案外0年代じゃないんですね。10年代前半なんですね。これって、あの、ナロー系にも言えません異世界転生ものの、 あだから、あのー、ウェブ、まあ、ウェブ小説と言いましょう。ナロー系って言うと怒る人いるんでね。あのー、ウェブ小説マニアって、あれですよね。ナロー系を太郎太郎言ってバカにする人に対しては、自分を感じると思いません皆さん。例えばね。あのー、よう、二毛作って知ってるかとかね。<laughs> わかりますね。<laughs> 散歩式農業って知ってるかよとか言ってるやつは、はいはい、そんなのはごく初期しかありません。とかね。わかりますよね。 そういううい時差ってあると思うんですよね。わかりますよねあのお前粉塵爆発って知ってるかよとかそういうやつですよねあのそういうのがもうミームになる頃にはもうそのセンターっていうかねあの主流派コンテンツはもう盛りピークを過ぎてるわけですよね。そう考えるとまあ不思議なことなんですけれども実は日だまりスケッチから始まってるんですよね。あの2007年1月3月なんですよ。 で、これね、今回振り返って思ったこととして、改めてね、あのー、私の、あ、これも宣伝入りたいと思います。現代アニメ超高義ですね。私のね、現代アニメ超高義って、あのー、ご覧になった方はわかると思うんですけれども、細田守の2000年の、 デジモンアドベンチャー、僕らのウォーゲームで、まあ正確には20世紀最後の年なんですけれども、それで始まるとしていて、そして、あの初期をシャフトと京アニのショーっていう形で始めてるんですが、まさにキラー系ってあれですよね。0年代のキラー系って日だまりと軽音なんですよ。そしてもう一つ、まあ次にいますが、 えっとね、で、ホスダを守る要素も実は関係してます。後で言いますけどね。つまりね、私の現代アニメ超講義がよく、よく、あの、あまあ、主に扱ってる時期って、まあ、正直言うと、2000年代後半っていうか、まあ、正確には、まあ、なんて、なんていうかな、つくよみエアーなんですけど、本当はね、シャフトを共に出とね。もうちょっと言ったら、日と、はる日と、えっ、ー、と、まあ、エアーでもいいけど、はる日と、 えとパニポニダッシュぐらいから始まるようなゼロ年代後半以降のアニメの世界っていうのに、あのーまあ、定点観測的に合わせた本だったりしたんですけどもこの時期とキラー系原作アニメの時期っていうのはかなり重なってるんですよ。つまり今回私はあのー、私なりに、まああのー、本になったのは2019年ですけれども現代アニメ超高儀で集まって あのまとめたことを改めて別の角度からね、見直す機会となりましたので、あの、もしまだご覧になってない方がいたら、ぜひ、現代アニメ超講義を見ていただければと思います。で、広い意味での日常系と一見重なってるんだけれども、今回は、法文社作品、原作としのに一応絞って語りたいと思います。はい。でね、アニメイトタイムズって、 あの,ありますよ、ね、あの私はあの実はあのえっとアニメ定点観測の一つの基準サイトにしてるんですがただこれだとねあの再放送とか混ざってくるんであのそれは適宜取り除いて考察してるんですがこちらのね関連作品まとめの一覧っていうのがポイントなんですよ。えっとこの「マンガタイムキララ関連まとめ一覧」ただい,いくつか抜けてますかね えっとねああのー、まあ、例えば、抜けてるのあえて言うと、学校暮らしとかね、マドカマリカ、あのー、マリアレコードとか抜けてますけどね、でここで、これが狭い意味での,、えっと、あの法文社で次ですね、この日常系ほのぼのアニメ、おすすめ作品一覧ってやつがあるんですね。 で、私としてはぜひ、あのー、お聞きの方は、この、えっ、ー、と、日常系ほのぼのの方をちょっと見ていただきたいんですよ。このリストが、面白いことに、アズマンが大王から始まっていて、あの、アズマンが大王、いちご、マシュマロ、ひだまり、ステッチ、ラティスタ、南系、 今日の5の2って感じで始まっていく作品列挙なんですよ。ちなみにワーキングとかイカ娘とかね、ゆる,ゆ,るゆりとかも入ってますよ。グッジョブとかね。隣のく君とかね。のんのん日リとかね。これらは厳密には狭い意味でのキラー系には入っていません。はい、難民系もあります。エンドローとかね。女子無駄とかね。 ちなみにちょっと面白かったのが、最後がお二枚なんですよ。マジって感じですけど。えー、って感じですよ。でね、お二枚の一個前にね、うるせえやつら入ってるんですよ。強引でいいですね。こういうのは嫌いじゃないですね。アハレンさんとかね、あけびちゃんとかね、スーパーカブも入ってますね。宇崎ちゃんとかね。放課後堤防西とかね。うん。 そうそう、だから違う、違くないのも入ってますよ。あれ、唐突にエジプト神は少なくとも違うでしょ。<laughs> あのわかりますよ、ね、そうそうそう。だからね、私が言いたいのは、えっと、アハレンさん、ボッチザロック、うるせえやつら、おにまいですかね。割とこの辺は、今回、あと、アケビちゃんもいてるいいかもしれません。この辺はね、関係あるなと思ってるんですよ。一つ言いましょうか。あのー、アハレンさんはね、 アハレンさんみたいなものは、実はキララ系ではあんまりないんですよ。これがポイントですね。あのアハレンさんとか、あとあの久保さんとかね。ああいうの。アハレンさんと久保さんの共通点わかりますいや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 。中国資本です。 ビリビリで受けるってことです。えっとね、キラー系はね、結構な試練があって、ビリビリ受けそんなにしないんですよね。ここもね、今回まとめていてね、いろいろ思ったことなんですよね。で、ちょっと実は厳密には、 えっと、ニコ生っていうか、その限定放送タイムで語りますが、YouTube の人に向けて言うと、すごい簡単に言いますと、そこでこの4コマ漫画の本を参照する意義があるってことなんですよ。あの、サザエさんとかもそうなんですけれども、あの、新聞4コマ漫画の世界って何かっていうとですよ。日本社会の最時期なんですよ。カレンダータイムですね。 1>, 1月1日がお正月であるとかね。つまり、日本社会におけるタイムラインに合わせて漫画が4コマ漫画っていうジャンルなんですよね。特に新聞4コマ。で、キラー系って、新聞4コマのようなものとは、一見関係なさそうでいながら、実は私は緩くつながってると思ってるんですね。もうちょっと攻めたことを言うと、 ジェンダー的には女性が書き、女性が読むジャンルと思われている、漫画エッセイ、エッセイ漫画ジャンルってありますね。本屋さんでこう流りますね。あれとキララ系っていうのは、ターゲット層をずらしながら、似たゾーンで共存していると思うんですよ。どちらも、あの、日本のドメスティックメディアとして展開してきたところを、 強みにしていた媒体だと思うんですね。で、その強みは、グローバルな点では、場合によっては弱みに転じる可能性があるんじゃないかということなんですね。これ、あのー、これ私の最近の考え方で、ま、日本の漫画の強みの、漫画読みが、漫画のマーケットのこう、フロンティア、センターとして見ていたもののうち、あの、多くの部分は、 グローバルなアテンションを引かないっていう、そういう話があると思います。その辺と関わるんですよ。つまりね、広い意味での日常系と競技のキラー系法文社作品っていうのがだいぶずれていて、あのね、えっ、ー、と、例えばね、あの、キラー系のちょっと雑誌を、まあ、いくつかちょっとパラパラっと見ていくとね、あのー、ま、あの、法文社なので、 あの、関連雑誌関連作品にね、あの、ヤクミツルとかね、さんとかね、上田正史さんとかね、そういう人がこう、ちょっと出てくる、出てくる形でちょっとスライドしていくイマジネーションなんですよ。あの、キラー系雑誌のワールドってね。竹書房の漫画がマージャンとしてちょっとスライドしていくとかね。 そういうのに近いところがあるってことですね。この辺ちょっと考える必要があるんじゃないかってことですね。さて、じゃあ次行きます。そして、つまりですよ。多くの人がキラー系的なものと見なしているアニメの特性と、実際の法文社のメディアミックスってずれてるんですね。ここが結構ポイントだと思います。で、私は、あのー、先ほどから言ってますように、 キラー系雑誌そのもののコアユーザーではありませんので、あの、キラー系雑誌のリアリティをねせ、きっちり把握してるわけではないんですが、しかしながら、まあ、キラー系アニメは、まあ、全部見てますので、そこの観点からのコメントとして、キラー系漫画のファンについても、一定の 企用はあるんじゃないかと思って話していきたいと思ってます。な,なので、まあ、まあ、漫画にわかぜ、だから、まあ、アニメはいっぱい見てる人の考察と思っていただければ、あと漫画は一応、漫画史はそれなりに追ってる人間だと思うので、あのまあ、まだまだですよね。っていう感じだと思ってください。その上でねあの、キララファンタジアですね、2018年から23年にアプリゲームとして展開されていました。 この時期ね、興味深いんですよ。後々語りますが、キラー系アニメクロニクルとして考えてみると、キラー系アニメの再生期が一巡した後にこのアプリが展開してたんですよね。そこも興味深いです。で、サービス終了かなっていう雰囲気が見えていたのが2022年ですね。 で、これもうちょっと先取りしちゃいますけれどあのー、ちょっとだけねえっと私からするとねあのー、まあすごい簡単に言うと私はあの街角魔族超好きなんですが街角魔族って去年の4月6月だったんですよね。で。 RPG 不動産と街角魔族とマギアレコードのファイナルシーズンが一挙に去年の4月から6月にやってたんですよ。思い出してください。わかりますかちょっと思い出してください。去年の春を。そしてね、RPG 不動産、私は好きだけれども、まあそんなに受けませんでしたよね。で、街角魔族は、まあ素晴らしいアニメージでしたけれども、 なんかキラー系ってちょっとあの、ま、あのマディアレコードのアニメもちょっとファイナルシーズンだったし、まあ、若干バッドエンド気味だったけれどもそしてなんかねあのシャミ子よ、頑張るのだぞって言ってねあ頑張り続けるシャミ子頑張れこれなんかキラー系がちょっと第一部かんではっていう雰囲気ですよねもう,もうこれはしつこいんで何回も語ってる話ですけどね で、ボッチャロック最終兵器嘘ーと思ね、私、ボッチャロック買い手家でしたからね。そういう感じなんですよね。これまあまあまあ繰り返し語ってますけどね。さて、で、えっ、ー、とまあそういう感じで、一旦去年、キララ系ってまとまったんだと思うんですよね。まあでも続いているっていうのが、私なりのキララ系の外、 ベリから埋めていった感じでの見立てになりますただね、あの、私びっくりしたんですよ。あの、キラー系ってね、三者三様の16年ってのが一番長いと思ってたんですが、あの、皆さん知ってましたあっちこっちってまだ連載してたんですよ。あの、ごめんなさい、あっちこっち連載してんの知らなくてさ。 あのー、去年15周年で、休巻が出てたんですよね。ちょっと休巻だけ買っちゃいましたよ。慌てて。ちゃんと表紙はね、現代化されてんですよね。あのー、こうキャラもね。あ、中はいつもの4コマですけどね。知ってましたあ,あちこっちまだ連載してたって。 これ、あっちこっちね、私ね、来年、再来年も続けてほしいですね。あのね、あっちこっちまだ連載していて、15年間こいつらあれですよ。あの、イチャイチャしながら、決定的にくっつかないで、ちょっとあのー、雑な方言うと、多分セックスしてないですよね。しててもいいんだけど。あの、実はしてるってバレるのかもしれないけど、あのー、 これすごいことですよ。あの、15年間ずっとイチャイチャしてるんですよ。あの、ご覧になってる方で、10代の方いますよね。あなたが生まれる前からこいつらイチャイチャしてるんですよ。わ <laughs> かりますかやばいですよ。あのー、マジかよって感じですよ。私はだからすっかりなんか、あのー、あ、なんか昔イチャイチャしたやつがいたなと思ってね。 十数メってあれ、まだイチャイチャしてるのやっべって感じですよ。驚きましたよ。これ結構新鮮でした、今回。うん。あの、三者三様がね、キララキ作品が生まれる前からやってた連載が、16年間連載してグランドフィナーレを迎えた。まあ、残念ながらアニメはあんまり配信してないとかね。あの、私はあの、えっと、バンダイの方で、 あの、バンダイチャンネルで見ましたけどね。あの、そういう感じなんですけども、えっと、その中、このね、時間、タイムスケール感覚も重要だと思います。あの、キラー系は簡単に言うと、時間が進行するタイプのね、漫画と、通称サザエさん時空の漫画が混在している場なんですよ。 今なお、あっちこっちは私はね、サザエさん時空といえばね、小さな恋の物語時空ですね。皆さん、小さな恋の物語ってご存知ですかチッチとサリーっていうね。今見るとね、おばさんとお,おばあさんとおじいさんの恋愛にしか見えないんですけどね。あの、年世代感覚から。あのー、えっと、小さな恋の物語って何年間ぐらいしたんだろう 私ね、小さな声の物語にはね、トラウマがあるんですよ。あの、どういうトラウマかっていうとね、これ何年から何までしたのえっと、ああ、えっとね、1962年から2008年まで漫画タイムファミリーでやっていて、 一応2014年に完結。でもその後のチッチと詐欺まだ出てます。わ <laughs> かりますかあの、60年ぐらい出てる。やばいやつ。チッチと詐欺ってね、すごい簡単にましょうかあの、あのー、あのペイネのさ、あの、愛の、あの、わかりますペイネのあの、なんかあの、わかりますあの、ロンデのさ、帽子のさ、兄貴とさ、 あの、恋人がさ、ひたすらイチャイチャするさ、あれ、わかります？愛の世界旅行とかいろいろありますよねペイネのね。ペイネの恋人たち。あれですよ。あれの派生コンテンツって日本にいっぱいあって、ちなみに、柳瀬隆も、ペイネ派生、派生作で当てようとして当たんなかったから、けどアンパンマンで当たった人なんですよ。あの、 柳瀬隆主催のシトメルヘンってペイネをね、ペイネっぽいものを日本で展開しようとした人なんですよ。で、それの和製コンテンツの成功作が小さな恋の物語なんですけども、私は小さな恋の物語は、あの、めっちゃトラウマなんですよ。何がトラウマかって言うと私ね、あの、高校に入った瞬間にね、食中毒を起こして入院したんですが、あの、その時全く勉強せず、 差し入れられた漫画が全部トラウマになって、で、これ中間テスト受けないでいいやろうと思ってね。で、その差し入れられた漫画をたくさん読んでたんですが、そしたら中間テストのね、前日に退院しちゃったんですよ。<laughs> わかりますか <laughs> 結果ね、クラス B から2番目になっちゃってね、これで私のハイスクールライフが決まっちゃったんですよ。わかりますかね 平らけで言うとね、スロースタートみたいになっちゃったんですよね。<laughs> わかりますかで、その時ね、私が読んだのって何かっていうとね、あの、広金さんのね、ヒューマンスクランブルとね、西岸良平三丁目の夕日とね、<laughs> 三橋近子のね、小さな恋の物語だったんですよ。わかります でね、なんかね、いや、どうすんならね、私ね、あの、無理やりね、中卒の、中卒時にね、なんか、無理やりわらミ文庫読むぞ、とか言ってね、ホメロス、イーリアスとか無理やり読んだんですよね。それ持ち込みはよかったのにね、あの、自分の本何も持ち込まないままね、あのー、差し入れもらったのがいっぱい来て、で、チッチとサギーの、あります二人でチュッチュッチュッチュラブラブしてんの。 なんだよ、なんかお腹痛いのにさ、ずっとこんなのばっか。でね、広がりの方はもうやばいんですよ。あの、おっさんがビジネスで、あちこち行っては、ほんとやばいですよ。現地で女性となんかセックスしては別れてってね、こいつ最低だなと思ってね。もう沖縄海洋博で沖縄の女性とも、またあらゆる場所でね、でもなんかあれですよねあの、えっと、東南アジア行ってはそこの女性とってほんと最悪なんですよね。バブル期ジャパンのなんか最悪なね。 あの、コロニアリズムって感じなんですけどね。だから私、そ、そんな感じでね、なんか、あと、西岸良平のさ、なんか昭和ノスタルジアですよ。わかります私は昭和ノスタルジアと、バブル期サラリーマンのセックス、しかもあの、まだ島工作だったらよかったんですよ。島工作だったらキャラとして面白いか、面白いなと思うんですよね。あの、ヒューマンスクランブルは本当最低なんですよ。あの、そうなんですよ。 あ,のああいう面白キャラいないまんまに、ひたすら最低なね、おっさんサラリーマンのセックス演劇をドヤ顔で語られる漫画を延々読んでね、その3種類をね、ローテーションでぐる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 読んでたんですよ。わかりますか <laughs> あのー、私の高校生活、それで始まっちゃったんですよね。やばいですね。いまだにそのトラウマを思い出すんですが、私だからね、あっちこっちはね、 ちょっとそれ思い出して辛い感じだったんですが、あの、こうなったら、キララ系は、あっちこっちを、あの、作者の意識さんが、のライフワークとして、もうこれ20年、30年とやるべきですよ。あの、ゆっくりでもいいんで。それがキララ系の一つの出口戦略です。はい、これで、今回のキララ漫画に関する私の 一つのコメンタリーがこれで終了しました。はい。じゃあ次いきますね。その上で、みんなが思ってるキララ系の外縁ってものについて、だんじゃんまとめていきたいと思うんですが、皆さんご存知でしたキララジャンプって実は、実はでも何でもないんですけれども、解きかけのタイムリープのあのウェ、えーイってやつね、あれのミーム化に由来すると見るのが正しいだろうと言われてるの知ってました あのゼロ年代前半にはキララジャンプアニメってないんですよ。うんいわゆる青春表現なんですよね。今だったらば、TikTok などのショート動画でさ、あのーこうえっと、編集すればさ、ぴょんぴょん飛んだままさ移動,で移動するとかあるんじゃないあの。女子無駄のオープニングみたいなやつね。 ああいう面白い動画をみんなで撮影するとか、ダンス動画をこう、ちょっとショート動画を統合みたいなカルチャーってあると思うんですよね。まあ、ジャンプもあれですよね。で、これって何かっていうと、細田守のタイムリープから来てるんですよ。そう考えると、だから現代アニメ超高技とこれで繋がった。そう、キララジャンプって結局は細田守が、見ーかしたものを、 キララ系作品も含めた日常系アニメが取り入れたものなのだ,なのだということね。日常がちょっとちょっと飛躍する感じってことですよね。もう一つ、キララ系の祖っていうのはやはりアズマンが大王だと思うんですね。アズマンが大王に関して面白いニュースがあったの知ってますでしょうかつい先日、t w ーハート2 6周年というニュースがあったのご存知ですか Windows95 用に出たね。2Heart のあのは動くらしいですよ。Windows11 でも。やばいっすね。<laughs> <の> <laughs> マイクロソフトの偉いこと話ですよね。広報互換性神ってやつね。で、アズマンガ大王って実は 2Heart ーー二次創作的なものから始まってるんですよ。 かつ、ここで先ほどの4コマ漫画が関係してくるんですが、そもそも東清彦っていうと、まあ、まあ、エロ漫画を介した時期もありますが、よくそのなんかペンネームでググってうんぬんとかネタにされてますけれども、それはともかくとしてポイントはね、東漫画大王ってのは、不条理4コマと、あのー、サザエさん時空ではなく、 ちゃんと卒業に向けて時間が動き出すドラマであったこと。あとは、本当は驚学なのに、男子高生をフレームアウとして出来上がった疑似、揺り空間だってこと。などなど、今思うと、非常に示唆に富むんですね。 あとね、えっと、漫画研究の歴史で言いますと、あの手遣いズ・デッドのね、伊藤剛さんいますよね。とかは、あの多分ですけど、アズマンガ大王で振り落とされてしまった漫画研究者、漫画読者っていたんですよね。そこで振り落とされないことによって、漫画研究が一歩進んだ面ってあるんですよね。 不条理4コマの正当後継者でもあり、かつ二次創作的キャラコンテンツでもあり、シュール系4コマでもあり、そして時間が全然過ぎないわけでもなくちゃんと過ぎる4コマ漫画でもあり、私的には最終巻の入表島山猫山ピカリャーちゃんだけ私大好きなんですが、すごいっすね。もう私の趣味わかりやすいですよね。 あのー、やばいですよね。あとね、私ね、あれですよ。あのー、私が好きだったのね、あれでしたね。東が大王でね好きで、好きだったのね、あれですね、あの、ニャモ先生ですね。<laughs> あの当時から。もう私、当時から趣味がぶれてないね。<laughs> あの、あのジャージの先生ね、あのー、なんですけどね。 とかね。あと、ヤマピカリアが好きなんですよ。わかりますかねサブキャラと動物にしか関心を持ってないっていうね。あのー、アズマまが大王でね。他のキャラは割とどうでもよかったっていうね。千代ちゃんも別にって感じだったんですよね。すごい。あのー、まあ、いいんですけど。っていうことで、あのー、そういうね、あ、そう、メガネの先生が、男性の先生がめっちゃセクハラ先生なんですよね。 そうそうそう。そこも結構ポイントかもしれません。さあ、次行きましょう。あ、大阪もいいよね。さて、でね。競技のキラー系には、実は異性愛ラブコメもあります。先ほどのあっちこっちそうですね。あとね、あの、すっかり忘れてたんですけども、ブレンド S も、SA、異性愛ラブコメなんですよね。あからさまだね。あとは、あの、普通のファンタジーもありますよね。 あの、皆さん、夢食いメリー覚えてる人いますか夢食いメリーって、すごい作品で、あのね、マドカマリカと同じシーズンにやってたんですよ。知ってましたあと、夢食いメリーは、あの、かなりロングランで20巻以上が続いているんですよね。あと、何気に桜やねの、 主,主役デビュー作じゃなかったですよねとかね。で、これ割と普通の能力ファンタジーもの,ものですよね結構シリアスな。まあ、あと一応 RPG 武道産もまあファンタジーっちゃファンタジーですよ。異世界ファンタジーですよ。あとね、あの、城下町のダンデライオンってさ、実はポリティカルフィクション狙ってるでしょあのー、ギャグのように描いてるけど。 ケララ系って意外とね、ジャンル的なフレアはね、思ったより多いんですよ。あと、スポーツいっぱいありますね。春からレシーブと玉読みですね。あの、私ね、実はね、あのー、玉読みのね、ファンです。玉読み今でも買い続けてますよ。埼玉県民なんで、新越谷高校ってオアって感じですよ。わ <laughs> かりますかね。あのー、 同じ理由でもう一本も埼玉の柔道部かみたいなね。感じですよね。っていうジャンルもあるのに、ほぼ日常系と見られてしまってるというね。十字架もあると思うんですよ。あの、法文社意外と幅あるんですよね。意外とって言っちゃなんですけど。あともう一つ。キララ系漫画って、 あの、ほぼユリ系じゃないですか。しかし、がっつりユリも、ユリモとの相性は、いろいろ見ていると、必ずしもがっつりユリものとの相性良くないんですよ。具体的には桜トリックってキララ系だったの覚えてますかあのー、これやばいですよね。教室でさ、好き合ればキスばっかしてるさ、 だからレズビアンカップルという自覚をさ、ギリギリさ、見せないところで成り立っているんだけどさ、でもこのキス描写はほぼエロなんですよね。かなりガッ,ガッツガッツキスしまくってるんですが、あのー、まあ、それ以上はしないことになってるとかね。で、これ冷静に考えるとキララ系なんですよね。実はキララ系は、 多分あの、ゆり姫読者の人は分かると思うんですが、キララ系とゆりって、同時に読まれてもいるんでしょうけれど、多分、キララ系作品をそのまま生々しいゆりコンテンツとして展開すると、なんか違うってなるような、そういう住み分けが割とあるような気がするんですよね。ここもね、だからキララ系ってね、ちょっとね、 なんていうのかな本当は幅が広くていろんなジャンルを試みたりユリから要するに、まあ、レズビアンカップルものとか、ね、あの性的なものとかも、ね、あの描く野心もあるし十分そういうコンテンツもあるにもかかわらず必ずしもそっちが得意と思われていないっていうそういうイマジネーションなんですよね。あともう一つね。 えとちょっと本屋さんに何軒か回ってたんですが、あのするとね、法文社でをあの漫画中心で追ってる人っていますね。そういう人からするとね、魔法少女まどかまりかって法文社のコンテンツですよね。そうなんですよ。あの実は、キラー系は、 ヒットないとか嘘ですよ。魔法少女マドカマリカのコミックスって法文書じゃん。おどうですかあれめっちゃグローバルヒットしてますね。どうでしょうかっていうね。しかしマドカマリカをキラー系と見る人はいる,いるけどいないかなっていうことなんですね。 だからね、キララ系ってね、本当になんていうのかな、あの、世間の認識による、よって、勝手にデバフがかかってるジャンルのように思えてなりません。ということです。じゃあ、ちょっともうちょっといってみましょう。で、今回は2の、えっ、ー、と、あと3つですかね、あと3つのフリップで YouTube タイムは終わりとさせていただきます。すでに。 後半部分をね、あのー、さちょっと先取りして語ってるんですけども、まあ、詳しい話はまた後半にしますので、あのー、後半でクロニクル全部追うんでね、全作品コメント入る,やるんでね、よろしくお願いします。さて、でね、漫画ファンにとってのキラー系作品って一体何かえっ、ー、と、いわゆる2巻落つっていう、あのー、ミームがあるんですよね。 これ嫌がる人は嫌かもしれませんが、あのー、なお、あの、浜地秋さんがね、自らね、キラリブックス瞑想中で、まあまさに2巻オツになっちゃった漫画なんですけども、<laughs> 2巻売,売るぞ、1巻売って続くぞ、とか言うね、 ネタをやりながら本当に2巻オツになったっていう漫画を描いたんですけども。キララ系作品は、実は、ちゃんと連載されれば、割と2巻までは続くことが多いんですが、まあ2巻で終わるんですね。1巻で終わる作品もそこそこありますけれど。で、そこは割とシビアなので、 まあ厳しいなっていう形でね。あのー、ジャンプの、ジャンプマニアって皆さんご存知だと思うんですが、ジャンプ打ち切りコミックスだなと思っている号のものって知ってますいくつも面白い画像が出てくると思うんですよね。あのー、1巻から3、4巻で終わっちゃってる漫画だけを集めた棚を持ってる人。同じように、 キララ系二巻オツコミックスコレクターっておられると思うんですね。そういう豪のものが絶対いると思うんですよ。で、あの、それがね、キララ系の漫画ファンにとっての一つのバトルフィールドとなっています。だが、まあ、考えるによっては、週刊少年ジャンプでは実は過酷ではないですね。理由。 アニメ化した後に、あのアニメ化ってね、実はラノベのファンとかにとっては、ある時期は十字架だったんですよ。ラノベ、ラノベアニメってね、あのー、アニメになっちゃったことで、その作品が終わったっていう認定をされやすいというね。 そういう十字架が長い間ありました。あの、私ね、キララ系の良さ分かりましたよ。アニメにな、キララ系のあのー、読者たちは、アニメが終わっても、そのコンテンツが、の終了認定をしないコミュニティなんですよ。そうですよね。これは非常にね、キララ系の良さだと思います。 その、だから、二例が、三つ例があって、三者三様とあっちこっちとステラの魔法かなと思いますね。あえて三つ挙げると。三者三様は、まあ、正直アニメはそ、まあ、そこそこでそんなに晴れなかった作品なんですが、明らかにキラー系四コマ作品を、さ、影で支えた功労者ですね。最長連載ですね。 で、16年間続いてグランドフィナーレを迎えました。はい。で、あっちこっちも、アニメは正直不評でした。あのー、なんかカップルの、カップルの多分メガネがね、なんかね、まあメガネも結構あのー、なんて言うかな、ちょっと不快とかでね、かわいそうでしたよね。あのー、あっちこっちはね、はっきり言いましょうか。近年、 ビリビリ提供で、ここ数年内に,に、ビリビリ提供で初アニメ化してれば、もっと人気出てたと思うね。ちょっと時代の巡り悪かったんですよ。マジで。そうすれば、アハレンさんぐらいのアテンションを集めた可能性あると思いますよ。あの、あっちこっちとアハレンさんってどっちもさ、依存カップルでしょ。依存プルですよね。 あのリアルでこういうカップルは割とまずいやつ。<laughs> なぜまずいと思ってるかについてはあまり言いませんけど。あとね、えー、とだ,だがあちこちは続いてる。あともうちょっとステラル魔法。ステラル魔法は、まあ、ゲーム文、ま、漫画なんですけども、これもね、2巻オツのピンチをアニメ化によって長く続いて12巻ぐらい続きましたね。テティィラル系コミュニティは アニメになってそのアニメが終わったからといって作品が終わってしまったっていう嫌な見切りっていうものが少ない相対的に少ない優しい場でもあるってことなんですね。これは結構重要だと思います。でこれはね実はねあのグローバルにキラー系の作品が受けないってことの裏腹かもしれないんですよ。 あの、漫画っていうものが持つタイムカプセル機能っての私はあると思ってるんですね。だからそれが最初に紹介した、あのー、まあ、山岸良子とかね、大島由美子のようなグローバルにそんなに受けていないレジェンド漫画家の存在とかもそうだし、なんですけれども。さてでね。 ジャンルとしての日常系アニメってのは今衰退気味と見られています。理由は簡単です。配信の時代におけるグローバルアテンションを一切引かないから。この特集を見て、あの、キラー系好きの人は自分に変わらなると思いますよ。一切、このビジネスの世界からに関係ないものになっているから。まあ、窓かいますけどね。つまりね、 キララ系アニメって、あえて言うと、2015年ぐらいに一巡してんですよ、一回。これ何だかわかりますね。君の名はとか、まあ、シンゴジラもいてるでしょうね、実写だったらね。あとは、この世界の片隅にとかですね。2016年の切断の前の時代のものだと思われている節があって、この時期って何だかわかりますか 深夜テレビ放送と、いわゆる円盤、ブルーレイディスクの時代です。その時代の象徴、その時代を象徴するジャンルだと思われていたってことなんですね。この歌はボザローのね、ブルーレイとかもありますけどね。あの、皆さん覚えてますかフィルミーベイベイの売り上げ枚数とかが、なんかチャーリー・ブラウンのクッソみたいななんか、コースに出してます キルミベーベーは終わったんだ。僕は、らは、それを現実と向き合う時が来たんだっていうひどい AA ですよ。アスキーアートですよ。ま、あちょっと好きなんですけどね。で、あれ、チャーリー・ブラウンもどきでしょそう、チャーリー・ブラウンってさ、ピーナッツ4個も。あったんですよ。見てくださいよ。キルミベーベーは終わったんだって、ちょっとググってみてください。出てきますよ。で、それってね、要するに売り上げですよ。売り上げ。 円盤の売り上げでこするってやつですよ。つい最近売り上げ民がさ、チェンソーマン、バクシーとか言ってさ、すっごいバカな恥探してましたよね。あれですよね。ああいうような時代の、時代と、キララ系の時代っていうのが割と重なってる可能性があるんですね。簡単に言うと、あの、ニコニコ動画の市場って多分、 のんのんオリとごちうさが異常に再生回数多いと思うんですが、<laughs> いかがでしょうわ <laughs> かりますよね。で、ごちうさってあれですよ。2014年なんですよ。14年、15年、そして20年なんですね。わかりますかね ごちうさでまとまった感じだと思われてる節があるんですよ。あのー、いわゆる、祭りコンテンツが好きなお宅にとってのキラー系はね。さて、でもね、でもですよ、ここ10年の古典作品、魔法少女、マドカ・マリカ。まあこれ古典になったと言っていいと思うんですね。マリアレコードなんかの派生作もあったし、 ええと、まあ、バトル、ダーク魔法少女ジャンルってものが存在してますからね。これは抗議のキララ系でございます。あと、皆さん忘れてますが、ゆるキャン、キララ系ですよ。ゆるキャンさ、キララ系じゃないと思ってる人いますよね。そう。あの、ゆるキャンは劇場版がありましたが、まだまだ続くんじゃよですよ。 私ね、ゆるキャンね、劇場版の後あれでしょあの、3期アニメやりますよね。ゆるキャンの今後にもちょっと注目したいんですよ。あっちこっちは、ち、ち、あの、小さな恋のも語みたいに連載してね。そしてゆるキャンがどこまで続くかですかね。あと、街角魔族も続いてほしい。ちなみに街角魔族あれでしたね。あの、連載再開してましたね。ちょっと読みましたし、立ち読みで申し訳ないけど。あの、 あの、シャミ子のね、角が、みたいなね、ちょっと面白いネタがありますのでね、ぜひ読んでほしいですね。そして、ボッチザロックは、あのー、まだまだ続きますね。っていうことで、あれまだまだ割と、割とどころか、平ラ系結構いけるのではという感じが、 あるのでございます。さて、で、今回ですね、これにて、YouTube タイムを終わりにして一度休憩とさせていただきます。まあ、実はトイレに行てまっちゃったんでね。はい。で、はい、ここにて YouTube タイムは終わりとさせていきます。来月に関しては、テーマは、あの、お便りをいただいたものなどを参考に考えさせていただきます。ちょっとラブコメは、来月はちょっときついが、まあ、まあ、ちょっと時期やります。あの、僕や場の話もしましたから。 あち,ょちょっとだけ言うと、昨日ね、の批評座段階を、もしこれを聞いてる方は、少し見,あの見て、あの、あの聞いていただきたいんですが、桜井のりおの、三つどもえってね、あれは、浦安鉄筋家族のキララ科なんですよね。ちょっとキララ系学ぶかって感じですよ。正確にはイチゴマシュマロあたりから学んだんだと思うんですけどね。 つまりね、桜井のりはね、水どもえで汚いキララ系を当てたんですよね。チャンピオンならではの。そうそうそう。で、その後、なんとかさんジャンルに、高木さんジャンルね。まあ、長瀞さんの方が先説あるけど、長瀞さん、高木さん系ジャンル。まあ、隣の関くんですかね。あのジャンルに挑んだ結果、僕ヤバになったってやつですよ。 だからその辺の関係っていうのをちょっとね、あのー、ま、考えてはいるので、まあ、ラブコメもちょっと考えます。はい。っていう感じですが、さあ、ポイント。私が考えたいのは、キラー系のアニメをね、これからクロニクルで売ってくるんですけども、ちょっとだけ先取りするとね、皆さん、これあのー、YouTube タイムの人に問題提起をして会員になってもらいたいと思ってるんですが、 ひたまりスケッチの次にアニメ化されたキララ系作品覚えてますか同人ワークなんですよ。え同人ワークってキララ系だったのみたいな。わかりますかでね、同人ワークのアニメね、見るとね、なんかね、2007年なのにね、 90年代末から2000年代初頭っぽいんですよ。具体的に言うとね、あの、ノベルゲームの方のね、コミックパーティー漫画版じゃんって感じなんですよ。<laughs> あの知ってますかねコミックパーティーね。あの、コミックパーティーってね、バディ、バグだらけだったんですけどね、ドリームキャスト版にはね、あの、実際の同人誌のね、サークルと協力してね、 同人誌の表紙がね、いっぱいくっついたんですよ。その中にね、私の高校のね、同級生のね、傷跡系同人誌やってたやつがいてね、そいつも選ばれてたんですよね。<laughs> なんかね、これまずいな。聞いてたらバレるんだけど。<laughs> あの、わ、コミパに、あいつの同人誌が採用されてるじゃんみたいなね。 しかし私の年代の人はね、リーフにはついていったがね、キーで振り落とされたんですね。あのー、カノンで盛大に振り落とされていった人たちだらけなんですよ。うん。やっぱあの、うぐうにやられ、衝撃を受けて、一旦オタク離れしちゃった人多いんですよね。まあそういう人、ガルパンとか、萌えみりとか、 馬娘とかで戻ってくるんですけどね。<laughs> あとああの、アイマスとかでね。そうそうそう。ウぐー不明でしたよね。私はね、たいやき泥棒、マジかよ。でね、あのー、ドン引きして、うぐー最高ですよね。<laughs> まあいいんですけど。あのー、てか、マルチがうぐーかよってね、そっちですね、私ね。っていう感じなんですが、そんなのがあれですよ、キラー系の第2弾ですよ。 どっちかと,いうとだからリーフ系のイマジネーションだったんですよね。でね、アニメってやっぱりね、時代性を本当帯びてしまいます。本当その時期のアニメって感じです。でも、漫画ワールドにおける4コマ漫画って、一方ではタイムレスに作ることがいくらでも可能なんですよ。あの、あっちこっちを、 2015年に思うが、2023年に思うが、もう一切時間経過ありませんから。これは、小さな恋の物語を、私が、だから小さな恋の物語を読んでさ、そして生まれたのが俺ってわけっていう人たちがさ、もう60、50代後半とかだと思うんですよね。ちっとさりカップルの子供。わ <laughs> かりますか 私よりも年上なんですよ、あのカップル。そして高校生の私がもうぐったりしたりしてね。そういうタイムレス性なんがあったりするんですよね。平野系はね、サザエさん時空を進んでいけるポテンシャルを持っているんですね。サザエさんを現代っぽく読むのはもちろん堀川くんですよね。堀川くん超現代的ですよね。あんな現代的キャラいないですよね。 <laughs> あのしかもあれ書いてるのがさあの最初のね雪室俊一さんっていうね最初期の脚本家が書いてるってのもかっこいいですよね。うん。っていうことでタイムレス性と現代性の両面性をキラー系ってのは帯びうるってことですね。グローバルアニメマーケットでは、まあ、正直アウェイ感があるんだけれども。 しかしながら、今言ったような観点から、キララ系から皆さんも目を離すなよってやつですね。そして、えっ、ー、と、まあ、ぼっちロックは最高だと思いますので、私は、えっ、ー、と、とりあえず、あのー、これね、あのー、コミックファーズ、すなわち、キララ系も、ウェブコミックにね、あのー、舵を切ってるところがあって、まあ、一旦ちょっとそれで共有をちょっと停止いたしましょうか。はい。 終わりなんでね。あのー、私は、これね。あの、さてのみお姉さん漫画が。スピンオフで。ウェブコミックスでやるらしいですね。まさか、キララ系の明日が、この、酔っ払いお姉さんにかかってるとはですよ。いや、そんなことないんだけどね。ねっていうことなので、私は。まあ、今後もキララ系作品を。見続けたいと思います。そして。 幸いキララテアニメコンプリートの記録が続いてますので、まあそれは絶やさないように頑張り続けたい所存でございます。あ、すみません、声聞こえなくなっちゃいました。聞こえますか大丈夫ですかはいはいはい。あ、大丈夫ですかはいはいはい。すみません、ちょっと一回変になっちゃったんでね。まあそういう形ですみません。えっ、ー、と、あ、戻りましたね。すみません、ちょっとね。 あの、きくりさん落としてちょっとあ、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 焦ったんですよ。お前、そんなにこのキャラ好きかって感じですよね。<laughs> いやー、入れ墨キャラ好きなんですよね。はいはいはい。というわけで、皆さんも、あのー、皆さんにおすすめしたいのは、平野系アニメを配信で、最終回マラソン、マジおすすめ。私は今回最終回マラソンをしましたので。というわけで、えっ、ー、と、一旦休憩とさせていただき、続きは限定放送と、 したいと思います。来月はまだ日程決まってませんが、テーマも含めていろいろ考えていきたいと思います。じゃあよろしくお願いします。はい。